生還したセリノスの白鷺王子ラフィエルが語った驚愕の事実、それはラグズ、とりわけ超欲族にとって激しい憤りをもたらすものであった。これまでレグニオン帝国における先代紳士暗殺事件と、それにより引き起こされたセリノスの大虐殺、それらすべてはデイン戦王アシナードの謀略によるものと思われていた。しかしラフィエル王子によれば、事件に直接関与していたのは帝国元老院であったというのだ。鷺の民はその主としての特性から決して嘘をつくということをしない。事の真相を知ったフェニキスの高王ティバーンはセリノス王族との連名で何度もベグニオンに釈明を求めた。業を煮やしたティバーンはキルバスのカラス王ネサラ、ガリアの獅子王カイネギスを口説き、ラグズ三国にて連合を結成、ベグニオンに対して最終通達を送る。だが帝国側は通達文書を届けた連合の使者を惨殺するという暴挙に出た。これにより
ラグズ連合はベグニオン帝国に対し宣戦を布告。
Thank you.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 